イトゥリ州は、今後民主共和国北東部の州。面積は65,658平方キロメートルで、2006年までの東部州の東南部に位置し、コンゴ川の支流ある意味川の上流部イトゥリ川の流域で、一帯はイトゥリの森と呼ばれ、西部マンバサの大半はオカピ野生生物保護区に指定されている。北に、コーエル州、西に、ツポ州、南に、 北紀部州、北東に南スーダン共和国及び、ウガンダ共和国の西ナイル地方、東はムイタンジゲの対岸に、ブニョロ、南東にゼムリキ川を挟み、トロー国と接する。1962年から1966年には、キバリトリ州が置かれていた。州とは、南東部のブニアで、東部には、ウガンダのネビから、マハギ、ファタキ、ジュグ、 ブニアを通り北紀部州のベニエ至る、幹線道、南部に、ブニアから万バ差を経て、悲惨画に方面に向かう、幹線道が走る。北東部には、ムヒンビ、南西部には、リンバリ、その間の移行帯には、ボマンガといったマメ科の高木がそれぞれ優先種となっている、原生林が見られる。東部には、明けた土地が続く。イトゥリ州に暮らす民族の大まかな位置関係。大色が、 スーダン系、黄緑色がバントゥー系であることを表す。この地域の農耕民はバントゥー系とスーダン系とが混在している。中心部にはバントゥー系のビラが中央部と南部に、ムダカが西部に、スーダン系のレッセが北東部に暮らし、ムダカの南にバントゥー系のバリ、北にバントゥー系のブドゥ、さらにその北にスーダン系のレンズなどが連なっている。 東には、ビラと禁煙のベラが暮らし、南部からは、南での北上も見られた。狩猟最終民ピグミーであるムブティは交流のある、農耕民の言語を話す。中南部に、バント系の遊牧民ヘマなども暮らし、地域の共通語は、コンゴスワヒリ語である。アルバート湖の石油や金などの資源をめぐり、二度の、コンゴ戦争などを通じて、ウガンダ、ルワンダの軍や武器などが流入し、 ウガンダ軍のジェームズカジに司令官がヘマを優遇して、キバリイトリ州を再設、今後民主連合を使い、レンドゥを襲撃するなどして、イトリ紛争と呼ばれる騒乱が続いている。イトリ紛争において、軍部の思惑を別物とすれば、ヘマとレンドゥの対立点は、土地の利用をめぐるものでもあった。約5万人が死亡し、多くの難民を生んだ紛争も2000年代前半には、鎮静化したが、 2018年には再びレンズの集落が襲われるなどの衝突が活発になっている。襲撃の噂が立つたびに、州とブニアに設けられている難民キャンプへの流入や境界への駆け込み、アルバート古城への一時避難が行われている。2000年代においても、ペストの発生が風に報告されている。2009年の患者数は2001年以降最もっとも、 低い発生報告数であったものの患者618人、うち死亡者27人となっている。日本語、ありがとうございます。